はい、こんにちは、島田のおっさんです。さあ、今日は10月の17日土曜日、お天気は、そう、雨だね。雨、はい、雨でございます。はい、今日はね、雨だからお部屋の中で制作しようね。はい、そういったわけですね、今日はタックさんと作る楽器作り、はい、この場にタックさんは残念ながらいませんが、ね、ここにタックさんのサイン入りトイレットペーパーのシーン、はい、ね、今日はこのこれ何だと思います？はい、これはタックさんが作ったウッドブロックです、ね、はい、今日はですね、皆さんと一緒にタックさんはいませんが、このタックさんが作ったウッドブロックを一緒に作っていこうと思います。はい、というのはですね、来月島田のさんの保育園でこのタックさんがね、その音大の仲間と一緒にこの来てくださって、生演奏を子どもたちの前でしてくださるっていうね、イベントがあります。で、このコロナ禍においてはそういったイベントってどうなのっていうところでね、まあだいぶそのいろんなものが解禁されましたが、まあそれでもね、その子どもの命を守るという現場において、まあ、少しでも感染リスクがあるようなことはどうなのっていうところをたくさんがですね、検討していただけまして、いや、弦楽器なら大丈夫だよっていうことでですね、弦楽四重奏でございます。楽しみですねたくさんもね、この楽曲編曲、その曲目を選ぶっていうところもだいぶこう検討していただいて、もうガチでいきますからっていうね、ことを言ってくださいました。で、その話の中でぜひね、子供たちと一緒に演奏できたらいいよねっていう話がたくさんの方から、まあ、提案していただけたと。で、その時にじゃあどうせだったら子供たちが自分たちで手作りしたワークショップでね、手作りしたものを使って一緒に楽器演奏できたらこれ楽しいよねっていうので、提案していただけた曲目っていうのが、シンコペーテッドクロック合ってるシンコペーテッドクロックっていう、はい、曲目をですね、こう紹介していただけて、そこでね、その曲目の中にカッコ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 っていうね、そのウッドブロックっていうね、はい、ウッドブロックっていう楽器をこう鳴らすんですね。これを子どもたちと一緒にやれないかっていう提案だったもんで、はい、先日そのわざわざ保育園に来てくださって、なんですかね、こうじゃあ実際に子どもたちで作れる楽器で、それがその演奏に、耐えれるかどうかっていうところを検証したんですよ。それですね、そのたくさんの番組の方でそのライブ配信してたんですけれども、まだね、このおっさんチャンネル の, このリスナーっていうか、その視聴者の皆さんはね、知らなかったと思いますので、ちょっとね、それをねご紹介したい。で、その時に作ったのがこの牛乳パックでのウッドブロックでございます。はい、これをね、皆様と一緒に作っていきましょうね。はい、ご用意していただくものはこちら、はい、牛乳パック2つ、割り箸、そして両面テープね。はい、たったこれだけでございます。たったこれだけでもう自宅でもこのウッドブロックが作れてしまうってやつなんですね。はい、ではですね、作り方、簡単でございます。はい一つはこのまんま、もう一つはこれを半分にね、半分に、はい、ハサミで切っていただきます。はい、じゃあちょっと早速切っていきましょうかね。そう、先日ね、このタックさんが僕の目の前でこうやって一生懸命この制作をしてくれたわけですよ。はい、呆れね。そう、このタックさんがね、いや僕作曲家なんですけどねって言いながらこの牛乳パックをいそいそこう切っていくという
この結構シュールなライブ配信だったんですよね。そう、はい、なかなかけどね、こういうものを作り始めると結構没頭しますよね。 こだわりが出てくるだとか。はいはい、作りましたね。はい、こんな感じです。まあ長さはどうでもいい、半分、約半分でいいです。というのもこのね、この筒とこの筒のまあ長さを変えましょうって話なんですね。でその時にトライしてくれたのが、あ、筒状ならいいのかもっていうところで、トイレットペーパーの芯、これ取り出してやってみたんですが、ね、ここにラップ貼ったんだけど、まあまあどうなんだろうってところでサインだけいただきました。はい、サイン入りです。はい。はい。ね、はい、というわけで、はい、できました。皆さん切りました？はい。じゃあこれね。はい。で、割り箸です。で、まあ完成形としてはまあこんな形ですよね。こんな形にしたい。こうか。ね、こんな形にしたい。なので。両面テープ、両面テープでよ、はい、ね、貼り付けます。ここに今両面テープを貼って、で、この割り箸の上下をセロテープで貼ると。まあプロでは制作のプロではないので、ね、保育の、ね、従事者とはいえね、そんなに得意ではないいやなんか恥ずかしい。アイロン使うのは上手ですよ。でもあれは訓練の賜物ですからね。手先が器用ってわけではないんですよ、はい、あれは どこまで行っても訓練の賜物です。はい、ね、こんな感じですね。はい、でここに、はい、貼り合わせます。いいよ、割り箸の厚みがある分ね、こうしっかりと押し付けないとね。いいよ、よし、お、できました。いいよ、できました。はいはい、完成です。早い早いね。これでは、いね、こんな感じでね、ご自宅でね、ウッドブロック作れます。でここのね、空間のところとかに、まあ、保育園ではですね、ここにこう色紙を貼って、そこに子どもたちのね、その好きなイラストを描くっていうオリジナルのウッドブロックにしようかっていう企画には今なっています。で、まあ、折り紙を貼ってもカラフルにしてもいいですし、まあ、これままやってもいいですよ。持ち手のところもなんかいろんなものやったりだとか、こうできますよね。はい、これですね、もう子供たちと一緒に演奏しましょうっていうことをする予定です。ね、うちの保育園でね、やる予定なんですよ。で、まあ、この音楽会の様子はですね、どっかしらのチャンネル、はい、おっさんチャンネルなのか、たくさんのチャンネルなのかわからないんですけれども、まあ、これをね、皆様にお届けしたいなとは思っております。ね、はい、そういうわけですね、はい、今日は、ウッドブロックを作ってみようって形ですね、やってみました。はい、皆さんもね、ぜひご自宅でね、雨の日なんかは試してみてください、ね、それでは皆さん、さようなら。